どうも、今回はスラムダンクの豆知識を AI に会話形式で教えてもらいました。早速行ってみましょう。スラムダンクって知ってる？うん、バスケのアニメでしょ。そうそう、でもそのアニメには豆知識があるんだよ。本当に興味ある、何か教えて。まず主人公の桜木花道は日本人のイメージに反して本当はアフロヘアのアフリカ系日本人キャラクターだったんだって。え、それは意外。次はもう一つはエピソード16の試合シーンで桜木がリバウンドをするところは実はアニメスタッフのミスだったんだよ。でもそのミスがあったおかげで面白いシーンになったって言われてるんだ。お、なるほど、それは面白い情報だね。他にも知っていることはある？そうだね、スラムダンクはアニメ化される前に漫画がすでに大ヒットしていたんだよ。作者の井上武彦さんはスラムダンクが人気になるとは思っていなかったそうだよ。それはビッグサプライズだったんだね。でもあの熱血バスケ少年たちの活躍は多くの人を魅了しているから人気が出るのも納得だよね。そうだね、あの熱い展開は誰もが共感できるものがあるからね。それにスラムダンクにはバスケのルールやテクニックがしっかりと描かれているからバスケを知らない人でも楽しめるっていうのも魅力的だよね。確かにスラムダンクは多くの人に愛されてるよね。それにアニメのオープニングテーマ君が好きだと叫びたいも大ヒットしたよね。そうそう、オープニングテーマは本当に良かったよね。でもスラムダンクにはもう一つ意外な面白さがあるんだ。何が？実はスラムダンクに登場するキャラクターの名前には全員がバスケットボール選手の名前が使われているんだよ。え、本当に？例えば誰？桜木花道はエイサ、エリスというアメリカの選手、ルカはカエデはジェームス、ファーレイという選手、赤木春子はルドルフ、グッドマンという選手の名前が由来なんだよ。それは驚きだね。でもちょっと変わった発想だな。そうだね、作者の井上武彦さんは細かいところまでこだわりがあるからそういう遊び心も含まれているんだろうね。へえ、知らなかった。でも私もスラムダンクが好きだからまた見たくなったな。私もそう思う。この機会に改めてスラムダンクの面白さを堪能しよう。というわけでいかがだったでしょうか。間違った情報があればコメント欄にツッコミお願いします。またネタのリクエストがあればそちらもコメント欄にお願いします。よろしければチャンネル登録高評価もお願いします。それではさようなら。